はじめに成人式の話題です。1月9日10日つくば市竹園のつくばカピオでつくば市成人の集いが行われました。1月9日10日つくばカピオでつくば市成人の集いが行われ、会場には晴れ着やスーツ姿の新成人が集まりました。昨年は新型コロナウイルスの影響で中止し、開催は2年ぶり。つくば市の新成人の数は県内最多の2666人でした。今回のつくば市成人の集いは感染対策として式典を2日間に分け、計4回の開催となりました。また新型コロナウイルスの感染急拡大に伴う県の要請を受け、参加者はワクチンを2回接種した証明書か陰性確認の証明書の提示が必要となりました。そのためつくば市では急遽つくば大の協力のもと、受付から1時間以内で PCR 検査の結果が出る災害医療用水素燃料電池バスでの PCR 検査を実施。今回急遽本当に成人式の前日にですね、必要になったということで、前倒しで今回初めてとなります、ね、社会実装に関しては。ただ実証実験はですね、つくば市市役所ですね、市役所は各保健所でですね、もう3ヶ月間以上ですね、各所でも実証実験してましたので、ですね、大手検査センターと同等の水準のものでやってます、はい、で中 の, スタッフもですね、今通常の検査センターで働いているスタッフをですね、中に働いてますので、いわゆる国際規格のですね、水準を持っている技術さんたちがですね、勤務して今やってますので。式典では新成人の代表として実行委員の石上加奈子さんが誓いの言葉を述べました。多様性を尊重し、個人のさまざまな生き方が今よりももっと前向きに受け入れられ、豊かな社会が実現することを願います。続いてつくば市五十嵐市長から新成人に向けお祝いの言葉が贈られました。生き続けていって、そして幸せな人生を送ってくれることが何よりも価値があることなんだろうと思っています。ぜひそんな素敵な人生をこれから歩んでいってください。そして皆さんと一緒につくばと、そして世界の明日を共に作っていけることを楽しみにしています。写真を集めて式の、始まる30分前からなんか写真ムービーが流れるんですけど、その採集をしてました、はい。ご時世がご時世なので、4つに分かれてやるって形で、ちょっと残念じゃ残念でしたね。まだ大人っていうのがもやもやしてて分かんないんですけど、一番目標にしてるのがお父さんお母さんなので、はい、少しでも近づけるように頑張っていきたいと思います、はい。やっぱ出かけられなかったんで、なんか悲しかった。20歳になったし、大学生なんて遊びたいです。まだ遊んでたいです。そのワクチン接種票を取りに結構県またいで往復したんですよ、ね、でそれでここ来たんで、ちょっと大変でしたね。いきなり変わっちゃったんで。式典の後、新成人らは旧友との久しぶりの再会に喜び、お互いに写真を撮り合う姿が見られました。